香港チャンネル。質問が来ております。何でしょう。立憲の辻元議員がですね、うん、先月の統一地方選の活動中にですね、うん、殺害予告と事務所の爆破予告というのがあったということを、はあ、まあ、明かしたということなんですが、これについてどう思いますか。そんなことしたら絶対飽きませんよ、ほんまにね。その意見が違うとか思いが違うっていうので、うん、そういうことは絶対したらあかんと思うしね、本当にそうじゃなくて、俺思うのは嫌やったら辻元清美さんに投票せんがってええやん、はい、うん、そうやろ、はい、岸田さんとかに爆発物投げたやつとか、うん、安倍元総理をね、殺害したというようなことでしょ、うん、もう絶対に許せんことやし、うん、うんうん、しかし、そんなもんは、届けは出しはった。出したみたいですね。これ、被害届は、5月2日に警視庁麹町署に提出したと。ああ、それはあれですね。もう本当に、選挙活動もできんようになるやん。はい。怖って。怖ってね。なあ、うん。過去にあれ、この人あれやんな、卵をな。はい、事務所に投げられたベランダに。ね、あれはどないなったの？あれどうなったんですかね。うん、いや、あれは被害届出したって言うてはったやんな。はい。うん、確か。確か。うん、だからあれしたから3階かなんかやろ。はい。で、まだ犯人が見つかってない。これだけ、これだけ監視カメラがある中で見つかれんから、相当やっぱり、巧妙に計画された。うん。心配やな。心配です。うん。しっかりそれはね、対処していただきたいなとか、思うところでございますわ。はい。この前、橋本さんが、辻元さんと太田夫妻さん一緒に対談しましょうみたいな呼びかけをね、なんかしたい。アメバーで、はい、松井さんが、はい、辞めはって一般市民になったから、はい、で松井さんが太田夫妻さんを誘ったんや。はいはい、ほんだらネットで、はい、何ババイノキ戦みたいな感じでって。で、それで橋本さんが、俺もレフリーではすまんようになってまうから、はいはい、あ、辻元さんどうですかってやろ、はい、なるほどね。ぜひ ね、やったらええんちゃうかなとか思うで。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので。